ここだけ、シャーレの先生に助手がいた世界に対するネットの反応を紹介します。おや、どうやら無事に撃退できたようですね。リン、あなたは、お忘れですか？連邦生徒会長の指示でシャーレで先生のお手伝いをすることになったシエルです。忙しいのはわかりますが適度な休息は大事ですよ。ね、リン三次。リン、ああ、そう、でしたね。どうして、忘れていたのでしょう。失礼しました、シエルさん。シエル、お疲れなんですから仕方ありません。でも、先生がシステムの箱を起動させてくだされば多少落ち着くでしょうし、少し休まれては？リン、そうですね。落ち着いたら。シエルというわけで、これから先生の助手を務めますシエルです。よろしくお願いしますね先生。ああ、よろしくね。ところで君は、シエル何かおかしなところでもありますか？あ、いや、気のせい、だったみたいだ。シエル、そうですか。あの狐面の人が来た時に慌てて隠れたので髪が乱れていたのかもしれませんね。そう、なのかな？何かが足りない気がしたんだけど。シエル見ての通り荒ごとはさっぱりですが、お力になれるよう頑張りますね音符。何やってんすか先輩。アロナは知っててスルーしてます。何を知ってるか？カレー狂いなことですかね。この人、キボトス中のカレー屋制覇するのが目標らしいですから。先生？キボトスなら療養できそうだな。場合によっては自分から足舐めに行っても不思議じゃない？一先生は貧血気味のメガネボーイに人がいる三蛇を殺すための手札を増やしに来た。四日光が苦手なメガネの恋人と逃避行してきた。いずれにせよ、書類仕事を手伝ってくれるし気配り上手なので大助かりだが、作ってくれる食事が毎回カレーなのが悩みの種。で決めよう。シエルがキボトスに来たのは、ダイス一度4イコール44。四か光が苦手なメガネの恋人と逃避行してきた。やっといてなんだが、これ教会の追っ手がかからんか？冗談抜きで帰ってくれ。教会の連中がやってくるとかシャレにならん。女たらし12の掛け合いが面白くなりそうなやつだ。ドキドキデート大作戦を発令する。死亡フラグオツ。リメイク版ではミス、ブルー以外も先生呼びだけどシャーレの先生に限り半ば相性に近い形で教諭呼びしてると個人的エモみ。夜な夜な闇夜をかける影二つ、か。私の世界にあなたたちはいなかった答えて、あなたたちは誰？クカコの代行者が侵入してるってことは、最悪こいつも来てるってことにならない？そうでなくても人の類が紛れ込んでそうであるが。月姫本編語であれば間違いなくそいつは言ってるけど、奴の置き土産をゲマトリアが悪用してるって解釈はどう？歴代の転生体で根底はともかく表面上の性格とかは違ったみたいだから、めんどくさいもの残っててもおかしくないかも。キボトスすべての食べ物をカレー味にする儀式を仕込んでたりして、これだと先輩が喜ぶだけだわ。それやるとしたらカリー、と、マルシェの方なんだわ。第七聖典に興味示しそうなのは誰だろうか。エンジニアブカシスターフットあたりと推測。本回路は討伐も遂げたし教会とも縁切りして人狩りする理由もないし、別にもういらないかなって、私売られるんですか？あはは、私と声が似ている気がします。アスナなぜか他人の気がしないじゃん。シキとシエルとか下手なキボトス人より強そうなのなんなの？パバーヌ2章ではリオの側につくかもな。リオが考える最悪のシナリオの縮小版、その分悪趣味方向に偏ったみたいな経験してるし、危険を排除するためというよりもアリスに自分と同じ思いをさせないために殺そうとするのではなかろうか。見バレするとしたらここカエデン2章のどちらかかな。尊厳と肉体を壊された形態だ。全裸に産むって言ってごめんなさい。シエル先輩の目の前でペロロ様の悪口言いながらペロロぬいぐるみ踏みたい。地下生活者に簡単に洗脳されそうだよなこのカレー。仮にそうなった場合、彼はきっとシュラとカスだろう。指揮が撃たれて意識不明の重体になったらこのパイセン、シュラになりそうなんですが。そして二人の一大事には彼女が現れるのか？シエル生徒同士の小競り合いならまだしも、これは私も相応の覚悟を持って望まなければなりませんね。花子、それが覚悟なのですか？その、ハレンチな衣装が？着るのにかなりの覚悟が必要とされるギリギリラインのハイレグレオタード？歩くたびに後ろが気になって仕方がないであろう。非合理的な布面積なデザインを。それが本当にシエルさんの覚悟だとおっしゃるのですか？シエル、シキ君、彼女の煩悩殺せませんか？シキ、無理言わないでください。煩悩と一緒にいろいろ殺しちゃいますよ。シエル先生、いくらなんでも女の子にお姫様は酷すぎませんか？え、褒めたつもりなんだけど。シエル、そこはせめてゴリラとかもう少し言いようがあるでしょう。ゴリラの方がひどいでしょ？シエル、何を言っているんですか？
ゴリラ、鬼、悪魔、妹、お姫様はこれらの上位に位置する最上の馬頭ですよ。文化圏の違いなの？しれっと妹入れてるぞ、このカレー。しかも鬼と妹でさりげないダブルコンボである汚い。さすが聖堂教会の代行者汚い。これは地下生活者。こっちは路地裏生活者。夜の2時後ならしスターフット上がりの不良生徒として転生してるノエル先生とか出てほしいがどうだろう。前世では先輩と同様に青春を奪われた身だった分報われてくれるといいが。生まれ変わって初対面になっても先輩が天敵であることに変わりはなさそう。好きか嫌いかで言えば嫌いだけど、尊敬はしてる感じかな。テラー化したらやっぱりこんな感じになってしまうのか。この姿になって完全に記憶を取り戻してしまったらさらなる地獄になりそう。ルートにもよるが、白日の青子なら女子としてさらに式もいてほしいな。引き裂きたくない。総力戦は大体夜なイメージがあるな。別口で電気物が始まっちゃうぞ。総力戦ボス？やばない？多分もうカーナビいないんですが。どうしろと？大人のカードでなんとかしろと？ペロロジラとか夜の総力戦で苦戦してると、突如として空から降り注ぐ光の影。ラビット正体に差し入れに行くと、先生なら毎回違うものを持ってきてくれるが、シエルだと毎回カレー。なので、また買って顔される。何を言っているんですか？先日はシーフード、その前はキーマ、今回はバターチキン。毎回違うじゃないですか。先全部カレーじゃないか。都差し入れてもらってる側である以上、文句を言える立場ではないとは分かっています。分かっています、が、見るその最近ゴミ箱の中がゴミの匂いとカレー草が混ざってすごいこと、に、もえあと、近所の人たちからも地味に苦情入ってるんだよね。最近公園がカレー臭いって。仕方がありませんね。では次はカレーパンにしましょう。それなら臭いの問題は解決ですね。そこじゃない。通りすがりの神父が麻婆豆腐くれるよ。中野人的にはアスナとひふみなのか。中野人だとアリスもかな。殺人役だったはず。先生がバッドエンドを迎えると奇怪な生物と共にアドバイスをくれるシエル先生。暗示であると思わされてたヘイローってこんな感じなのかね。突如キボトスで発生した通り魔事件、被害者はいずれも正気を吸われたような姿で発見されており、命に別状こそなかったがみんな著しく衰弱していた。その身体には、髪跡めいた傷が残されていて。また、あの夢と気を同じくして、キバキバヘルメット団所属の不良生と、アイゼンノエルは妙な夢を見るようになる。それはとある町が滅ぼされる夢。吸血鬼の手で一つの町が地獄へずと化し、自分以外の全てが殴り殺される悪夢、見覚えのない風景のはずなのに、夢の中で見た人や町並みはひどく懐かしくて、おぞましい悪夢を重ねるたび、少女の体もまた侵されるがごとく徐々に異変を告げていく。果たして、先決の夢がもたらすものは前世と同じ末路か、それとも、もう二度と、あなたを死なせはしません。かつて守れなかった、救えなかったその命。今度こそ私はこの手で救ってみせます、アイゼンノエル。ふと思いついたノエル先生絡みのイベント。ちなみにノエルちゃんが体調を崩したのは神秘絡みの異常だとか人に変質するマトナーレではなく、単に睡眠不足と劣悪な生活環境が原因で風邪をひいただけというオチ。イベントラストに風邪ですねと診断され、みんななんだーみたいな感じでホッとする中、青筋浮かべて緩んでいる証拠です位置から鍛え直しますから覚悟しなさいと涙目で宣言するシエルと悲鳴を上げるノエル。ここだけ、シャーレの先生に助手がいた世界に対するネットの反応。いかがでしたでしょうか？今回の動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。